高校野球周期大会静岡県予選、1回戦星稜1の0加藤学園、18日、明日か。県予選1回戦の残り27試合が行われた。星稜のエース右腕、川島春と山と2年、が、今回4強の加藤学園を6安打1死球で抑え、公式戦初関東初完封。1対0で下し、大金星を挙げた。 難敵相手に怪盗劇を演じた。星稜のエース、川島が9回2死2塁のピンチで最後の打者を夕頃に打ち取っておたけびを上げた。わずか94玉、6安打完封撃で通称マダックスを達成。東部で一番強いと思っている加藤学園に勝てて嬉しい。今春の剣王者で今回4強行を封じ込んだ。 キレのいい130キロ台の速球と変化球をうまく織り混ぜた。先頭打者を出したのは6回の一度だけ。内角まっすぐで詰まらせて、スライダーを低めに集めることを意識した。7回に疑比で掴んだ虎の子の1点を右腕が守り切った。背番号1をつけて臨んだ今回は、初戦で掛川校に敗れ涙を飲んだ。先輩たちが応援に来てくれたので頑張りたかった。 三年生の思いを背負って投げた。加藤学園とは、夏の大会直前に練習試合で対戦し、2失点関東勝ち。いいイメージを持ってままマウンドに上がった。神原シニア出身、週二の途中までエースだったが、秋に腰椎分離症を患ってから1年間は投げられなかった。高校で野球を続けるか迷ったが、プロ野球の元横浜、現 DNA。 当主の斎藤はじめ監督、51、に声をかけられて入部を決断。中1から注目していた。真っすらの軌道が打ちづらそうだった。速球が自然にスライダーする球質を見抜いた、元プロ、の眼力に間違いはなかった。頭部のオスを撃破して、昨週、今春に続き3期連続県大会行きへ大手をかけた。まずは、県出場を決めたいと、川島。 切符をかけて次戦24日はニヤ山と対戦。大もつ食いに成功した星稜が秋の主役に名乗りを上げる。塩沢武志、マダックス抜群の請球力を武器にブレイブスなどで通算355勝を挙げたグレッグ・マダックスが100球未満での9回完封を13度飾ったことにちなみ野球作家のジェイソン・ルークハートが提唱した造語。